では平面をいきます。これはスキウロコと申しまして、ヒラメの皮を食べるための包丁さばきでございます。実際はここ鱗がいっぱいあります。そのためにこの鱗と皮の間をスキウロコと申しまして、それをナイフ包丁で滑るように、力はあんまり入れないんですね。もう包丁の重みだけで切れます。これを力入れると身に入ったり皮切れます。はい、これがヒラメの皮ですね。これをスキウロコと申します。これは結構自分の中で満足する技でございます。こういうふうに包丁を入れてもいいし、こういうのもいいし、それは自分の感覚ですね。これを包丁ちょっと向けるとパンと切れます。これは食べられません。それを分かっていただければありがたいと思います。こういうふうに向きを変えることもいいし、自分の中でこういうふうに体重を移すのもありだと思います。好きなように、自分は3回でやろうと思ったら5回でやると、それは自分の好きなようにしていただけたと思います。こういうふうに早くやってもいいし、ゆっくりこうやってもいいし、それは自分のリズムでお願いできればと思います。これがスキウロコっていう技でございます。それを裏と表全体的にやります。